こんにちは、速稼塾の久保でございます。1週間で5万円の副収入があったらどうですかね。2週間で10万円の副収入ってことです。今回ですね、私の紹介しているアプリみんなの銀行というね、このアプリで週に5万円とかね、2週間で10万円って方が現れて、その方がねちょっとねメッセージをくださったんで、まあ、その辺の紹介だったんですけども、まあ、メッセージを読んでもしょうがないんで、これはね読まれておきますけども、でもみんなの銀行って基本的にみんなの銀行っていうアプリがあるよと、紹介コードはこれだよっていうふうなことを何かでお知らせするだけですよね。まあ、その方はツイッターでやったって言ってましたけどね、うん、いいなそのツイッターで、そのツイッターで紹介して、そうやって、副収入としてね、週に5万円、2週間で10万円、こういった方が何人かいるってことは、なんか私たちにとってもすごく希望になると思うんですよ。1日中やって1週間で5万とか、1日中何か働いてね、2週間で10万っていう方も、もしかしたらね、アルバイトとかお勤めの方でいるかもしれませんけども、でもこれは働き詰めでってわけじゃないですからね。それこそ1日にまあよくかけて30分ぐらいライティングして URL 貼って、で中にはねちょっとしたショートムービーを作って、ちっちゃい動画を作ってね、10秒ぐらいので貼り付けて流してる人もいるらしいんですけども、それを毎日の1日のライフワークの中でポンポンポンと入れるだけでね、売り上げが上がっちゃうと、すごいことだと思います。まあ一応手順の方をお話しておきますと、みんなの銀行っていうアプリがありますから、それをね iPhone の Apple Store か Google Play Store、 Android の方でダウンロードしていただいて、そのダウンロードしたみんなの銀行っていうプロフィールを作成するときに紹介コードをね入れていただくってことです。そうするとそのアプリが起動するんですよ。その時点であなたに1000円入っているってことです。ですので今私が1分ぐらいでお話したこの作業やっといて損はないでしょ。ね、パパッとアプリダウンロードして、福岡フィナンシャルグループが作ってるそのアプリダウンロードして、プロフィールを作る、紹介コードを入れる、はい1000円入りました、ね、いけえな、ね、1000円入りましたよね。その後どうやって儲けるかっていうと、そういう風にしてアプリをダウンロードして、今度は自分自身の私の紹介コードを入れてくださいねってやると、今度は紹介コードをお渡しした人に1000円入って、紹介コードをもとにプロフィールを作ったみんなの銀行の新しいユーザーさんに1000円入るということで、どっちも1000円入るわけですよ。ただそれをずっと伝え続けただけで、副収入5万円、副収入10万円、これが入るわけですよね。そしてこれはマックス30万まで使えますから、おそらくこの人たちは30万を目指すでしょうね。私も30万を目指してますけどね、うん、だからこの動画見たら早速みんなの銀行のアプリをダウンロードしていただいて、そしてずっと出てるね紹介コード、これをプロフィール作成の時に使ってください。一応免許証があるとねプロフィール作成スムーズにできますので、免許証用意しておいてくださいね。ということで本日は以上でございます。副収入5万円、副収入10万円のお話でした。みんなの銀行、まだまだ使えます。